西暦125年、ハドリアノス統治の時のローマ帝国の勢力図。パンノニアのブレンゲティオに第一軍団、アディウトリクスは86年から少なくとも344年まで、駐在していた。デナリウス効果。セプティミウス・セウェルスによって祝福された軍団の名前が、見受けられる。内紛の際に、軍団は、セウェルス帝の指示し、彼の帝位就任の手助けをした。 ライン川流域で発見されたレンガ。国印にレック、IAD とあり、これは第一軍団アデュトリクスの意味である。第一軍団アデュトリクスはローマ軍団の一つ。おそらくはネロに反旗を翻したガルバによって68年に編成されたものと考えられている。軍団の最後の記録は344年。軍団が属州パノニアのブレガティオに駐在していたことが。 最後となっている。軍団の紋章はカプリコーン、それに合わせて紋章にはペーガススも用いられ、軍団のガレアにはイルカも用いられた。この軍団の前身は第一軍団クラシカとされる。ローマ皇帝ネロによって召集され、ローマ海軍の陸兵から集められ、ガルバによって軍団として編成された。当初この軍団はローマ近郊に駐在していた。 混乱の生じた四皇帝の都市、軍団は、オトの側に立って、ベドリアクムの戦いに参戦、ウィテリウスに敗れる。勝利したウィテリウスは、敗れた第一軍団、アディウトリクスに対して、スペイン不ニを命令。不認知で、バタビア人の反乱分子と戦った。モグンティアクムは、記録で判明している、最初の中屯地である。同地で、第十四軍団ゲミナと共に駐在。 主に建築作業に従事していた。83年には、シャッティ族がライン川を越え、ドミティアヌスの命令によりこれを迎撃する。その後軍団は、パンノニアのドナウ川流域へ移動、ダキア討伐に参加する。96年に、ドミティアヌスが暗殺されると、ドナウ川沿岸の軍団が、大きな政治的役割を立ち回ることとなる。次の皇帝、ネルーアに、トライアノスを、 後継者とするように圧力をかけ、トライアノスが皇帝となる。その恩義に,に対して軍団は、ピアフィデリスというコグノー面が授けられた。101年から106年までトライアノスの命により、第4軍団フラウィア・フェリクス及び、第13軍団ゲミナと共に、ダキア人討伐に参加、新たな属州、ダキアを設置する。そして、トライアスは、第一軍団、アディウトリクスを、 パルティア討伐にも参加させるが次のハドリアノスになると、後方のブレゲティオまで転属させられた。その後十数年間、軍団はドナウ川の国境沿いに駐在し続け、マルクス・アウレリウスの時代には、マルクス・ワレリウス・マクシムスの指揮下で、マルコマン二族と戦う。171年から175年までの短期間だけ軍団は、ペルティナクスの指揮下にあったが、セプティミウス・セベルスが、 定位につくとこれに参加。ローマまで進軍する。その後の数十年間の所在地は再びパンノニアとなり、連戦のパルティアとの戦争の一部を担う。具体的には195年の戦役、そして197年から198年までは、セウェルス式下で198年クテシフォンの戦いに参加、215年から217年までカラカラの、 指揮下で244年にゴルディアヌス賛成指揮下でパルティア遠征に参加した。ありがとうございます。